中だったんです。それから夜まで、まあ、私もシュンとして帰ってきた。後で考えて、はてますよ、あの子はいつもこう泣き出したりなんか荒れ始めるのは、いつでもこう雨の前とかね、空気が蒸し暑くなってくるから蒸してくれますからね。そうだとすると、これ運命だって言って泣くよりもね、これ本当としての加減だってね、泣いて泣く方が正確じゃないかって。そしてまた青子としての加減だって泣くんだと、これちょっと救いがあるじゃないか。いや、これこんな話にあえてするのはね、皆さんでももう世の中がこう悲しく、何となしに寂しくなり悲しくなる時あるじゃん。そして私運命だわってね、しくなりだってね、女の人が珍しくないと思う。その時にね、本当の知っての加減こう悩みが欲しい、これの方が正確だ。で、私思う、まあ、私なんかも本当に、まあ、私はね、心の方は割にそれ影響を、まあ、温度としての加減だって済むんだけど、体の方がこれもう全く温度としての加減、こいつは迷うんだ。でも自分はもうね、今年はとってもこう体の調子でいいんだけど、5月入ってからずつらいね、毎晩もう足がもうダンクって踊って、もう毎晩のようにもう本当に視点が発動して、これもう足が入ってないって歩しながらやってきてる。これも本当の視点の加減だって言ってみても、つらいことはつらい、つらいことはつらいけれど、まあ本当の視点の加減だって言うと救いがあると思う。だから皆さんもなんとなしに寂しく悲しくなってきたときね、まあ私はあれなのは運命だって泣く代わりに本当の人が泣けたので、まあぜひ泣いてほしいと思うね。で、結局この何っていうのはね、本当に全て本当の人の会員だっていうのね、それを見当たる姿勢です。それで、まあ、私が運命だって言うと、その運命だねって終わらないもんね。あれね、明日からこうなった、ああなったかって、こう、頭が、それこそ大騒ぎしすぎちゃう。そして、その、いよいよ自分が、つまらなく、悲しく、寂しく、なっていっちゃうじゃない。それ、まあ、温度としての加減だって言えば、一応、言葉ついちゃう。そこのところは、生きるコツですよ。なぜでしょう。それが、最も宣伝された人生態度なんだ。そして、無差別は脱落にして、脱落になる無差別かっていうとね、結局ね、それでまた、新人脱落っていうとね、普通はね、値段が起こったみたいにぐらいに思ってさ、そう思うけど、新人脱落ってそうじゃない。なぜですか、公共機にね、3000は新人脱落じゃないですか。そして、じゃあ新人脱落とは何ですかって、東園電子が余剰電子に聞いたの。新人脱落は誰になるって。はっきり書いた。私、駒沢大学の学校っていうのを読んだことは、読んでたら、新人脱落を一生懸命文献で持って研究してる論文みたいなことがあって、バカな、どうして新人脱落っていうのは、3年は新人脱落になる。誰も、新人脱落は誰になるって、それだけ文献しちゃう。もうそれで話はすごいわ。これ、新人脱落って、ただ、とにかくただ誰です。要するに、ところがこの新人脱落って、これ、この座禅の考え方がね、
一応ゼットゼットの線がこれがまず生命実物だっていうわけ。心が誰にしながら頭にふっとこう思い浮かぶ。そしてもうやめればすぐここに帰るんですよ。やめれば。ところがそれやめなければ手放しにしてやめればすぐこれだ。やめなければこれがもっとこう大きくなる。そしてなんだかんだですね、思いを追う、追えば追うほどこのゼットゼットの天から宙に浮くもん。そしてこれいよいよもうゴールに多くなってしまう。ところがどのあれで見てもこんな大きくなったからって言ってパッと見てみたら前は壁だけ。なぜしながらいろいろ考えようとしてというと、まあ、テレビ見てるようなもんで筋書きや進行してとかあれするでしょ。しかしながら頭つっぱなしにして誰に帰れば、あ、前は壁だけ。こうすればパッとゼットゼットの線に帰る。これ家塗りしてもそう、壁だ、真っ青。これは普通何言うとね、悟り開くっていうのね、このゼットゼットの線になりきってもう一本の線そのものになることかぐらい考えて、初めから考え、そう決め込んでやってるからダメ。そうじゃないんだね。大切なのはいつでもこのゼット、このふっと浮かんだどの時点でもいいから、その冷めて帰る。この時点でもいいから冷めて帰る。どこの時点でもいいから冷め冷める。冷め冷めるっていうのが大切です。私のシャンタラスね、天地いっぱいの、天地いっぱいの命、ただ座る種、命の実物も冷め冷める。あの人はいい。このシャンタの本当にあれほどよく言った、あれはないね。私自信持ってた。それで、この冷め冷めるのが大切なの。そしてね、本当に、だって生命っていうのは、これぐるみが生命なんだから。そして生命っていうのはね、この一本の線が生命実物じゃねえ。生命、この生命実物からふっと、思いも浮かぶのも生命実物。それから、これ冷めるのも生命実物。それで、これ以上はだからね、図に書けないけど、とにかくこれ全部ひっくるめてが、ダメだ。それが生命実物だ。生命実物ってのは、生命実物でないものと対立するもんじゃない。煩悩、妄想、それぐらいが生命実物なんだ。それから冷めることが生命実物なんだ。だから生命実物を生命実物する。これは深さです。現在が現在になる。これには無限の深さ。この座禅というそういう深さの話だから、なかなか難しい。頭じゃわからない。しかしはこれだから、やめようかしら。いいですか。で、差物、その、だから、無差物は雑落にして雑落になる無差物。これ、もう冷め冷めるんですよね。それが無差物だ。差物の図星の図だ。生命、実物を生命実物に、事実、つまり図星になってる。これはもう言葉では言えないんです。言葉で、私みたいな言葉で何か何かで言う男です。ここから先は言えない。事実。実物なんだからやろうかしら。で、天地いっぱいの命、ただ座るため、命の実物のため、ためる。これ大切だ。ほら、それだけを覚えたって言ったその前も言うように、座禅っていうのは、あらゆるものを、真実、身をもって、
ってるんだ、心を持って売る。それで、要は心を持って、この、結婚する間ね、働い、考えてる間、選手の番号を売るな。ただ、身を持って売るな、その前も言った。こういうのを、とにかく手放して、そして、やらなきゃ。それが冷め冷めるっていうことだ。それ冷め冷めるっていうこと。あれ、変えた話を思って。ね。それで、かぶすたたいばんばんなりとも、このずに葛藤し、もて欲を浮かぶすと同社するか。だからこれね、なぜっていうのはね、悟ったって言ったら平面的なもんで、悟った、迷ったって、そんな平面的な分別されたもんじゃない。欲しい百千万発して、これ、どこまでも欲しい百千万発して、冷め冷める。ね。それやってること。いや、本当に、生きてるってことはそういうことです。今の生きは今しなくちゃ。これ、一点だけ悟って、あったあされると思って、まあ、それの利息で買ってました。そんなんじゃないんだ。いつでも、今の生きは今しなくて、それが生きてる。ね、それと同じように、今の、生命に移るのは今帰らなくて、これが本当に生きてるってこと。で、だから結局そこにはね、いろんな風景がありますよ、残念に。それこそ頭がスーッと思いが湧いてきて、しょうがないような時もあるし、スカッとする時もあるし。そして、しかしながらそれも、とにかくそれに関わらず冷め冷めるんですね。それが、残念というずに、葛藤しようと言ってるんですよね。それが、ずさ、葛藤しようと言ってるのはね、引きずられていくことだ。しかも、ダメっていう姿勢に引きずられて、冷め冷めて、知るべし大弱の道は、座念必ずぶさぶつなり、座念必ずさぶつのつなぎ。図は、さぶつより前なるべし、さぶつより後なるべし。さぶつの象徴陰文字なるべし。つまり、大弱の言うところは、座念は必ずぶさぶつ、冷め冷め、約束して帰ることなんであって、座禅はこの差物の図であるというのね。つまり差物の図をした。で、図は差物より前になるべし、後なるべしって言ったってね、そういう前後は、前後そのものは結局図差物上の前後でしかない。だから差物の象徴陰文字。結局ね、ここでじゃあ、差物の象徴、陰文字になるべしだけが大切だ。前後を使って。図差物上の前後だね。シャモンセラクはこの一部、クソバクの差物を葛藤すとかね。この葛藤をさらに葛藤を待つ。この時人差物の上場なる葛藤、必ず人差物の三石なる。皆共に上場の伝え。一途を回避すべからず、一途を回避するときは、宗師に失明するなり。宗師に失明するとき、一途の葛藤はない。しばらくね、この座禅という図がですね、どれほど今冷め冷める、座禅というのはどれほど冷め冷めるというね、差物をね、引きずっていくのか、これ葛藤すとかせんだね。
問題にしてみると、この葛藤、さらに葛藤を待つのでしょうか。つまり今食べるってね言うけれど、この食べるってことさえも、この昼ってくっていうことさえも昼っていう、そういうのが葛藤、さらに葛藤を待つのでした。そしてこの時食べるっていう二三物のそのいちいちの上場ですね、それがそのまんま忍者物のいちいちの図だ、ね、今これまあこの残念の図書いて言ってるけどね、これ食べるって このところこの食った思いが浮かんだっていうところでもこれ一つの図です。これ食べたって言ってもこれも図だ、あるいはまだもうだんだん多くなってきちゃった、しかしながらこれも図だ、しかしこれも食べた後にまた釣った、どれもこれも釣ったということですね。それでこれ葛藤さらに葛藤を待ち、この時人殺物の上場なる葛藤を必ず人殺物の反的な皆共に上場の繋い、だからそれぐるみが本当にあれですね、生命の実物、でそのまんま人差物の一日の例えばね、この前トムさんが、そんなこと言ったことあったね、そういうふうにいちいちこの冷めるっていう、我々アメリカ人の頭のうちはどうもネバネバしてるせいか、それがその、さっとこう冷めないんですね、そういうとこあるんじゃないでしょうかって言ってきたことあってね、あらそうじゃない、これもう獲得して冷めた限りはもう全てもうネットネットの部屋にこう愛してるんですね、もう帰ってる、ところがその次の瞬間もう浮かんでた、それでこれまたそれ冷めればまた帰る、ところがまたすぐ次の瞬間浮かんでる、そういうのがね、別に頭の血がネバネバしていくからどうにもこれが引っ込まないって言わないこの手放しは手放すって、西安全人が言う寝なしぐさ、煩悩は寝なしぐさだって言っていつも言ってて、この根がないんです、コロコロって、それで決してねいつでもだからどこまでも欲しい百千万発して、それでとにかく冷めていくっていうこと、これが何よりも一番大切です。それで、ね、決してね手放せませんね、一途の回避すべからだった必ず人殺物の端的なる皆ともに上場の図ない、一途を回避すべからだった、これどうしてもこれだけは手放せませんってね、これそういうやつある、一途を回避するときは宗師に失明するな、それだったらもう命がなくなっちゃう、まあ一応ねその羅蓮人を戒めるわけだ、どこの三国には宗師に失明するとき一途の葛藤はない、またたとえそれでもって手放せませんって言って命がなくなっちゃったって言ってもない、それも一つの図だ、これがそういうのは羅蓮人のそういうもんなんだ、だからもう逃れようはね、なので社会にはどうしてもだろう、そういうその逃れようのない座面、どっちにどう転んでも恩命っていう座面をしなきゃ、でそれそこまでがね、まああのあれですね、この五章にはね第1弾第2弾っていうね、13弾は11段に分けてますがね、この前読んだところは第1段、今日の総勢大学前日でそこから第2段に書いて
次の、その、南岸の先に、一線を取りて、敵上に当てて勝負というのは第三弾に入ってたんですね。これで第三弾はまだ、なかなか話があるだけでしょ。長いんだけど、まあとにかく、次の第三弾を読んでください。南岸の時に一線を取りて、敵上に当てて飛ぶ。大逆進に行こうというのは、死者、死、多重、誠に彼がこれを待てるときなら、彼がこれを待てるときなら、このね、この、まあ、話のあれと言えば、まあ、和装大師が、南岳蓮寺から三菱新人より後ですね、自分の心でも一生懸命、なぜばっかりしてたんですか。そこへ、その南岳が行って、お前は一生懸命なぜしてくる。この何をか測るんですね。図工十万聞いたら、図産物、公然曰く、図産物ってこう答えたって。まあこれ普通の読み方すれば産物を測る、この稽古一生懸命断念して仏になろうと思ってますというふうに受け取れると思います。こうしたらこの第三段のところでは南岳時に一線を取りたいって、線っていうのは変わらず、その変わらを持ち出してね、それで石の稽古あれして一生懸命こう飛び出した。そして、その、大学の次に行こうというやつ、何をかなして、何するんですかって言ったら、その、南学いや、まして、まさきょう、まして、神となして、瓦を取りで、一生懸命瓦にしようって、懸命磨いてですね、それで、その、神にしようと思ってるんだっていう話になってるわけです。そうすると、属性間の瓦が鏡になりますか。じゃあ、座禅がどうして仏になるかという話がこう続くんですがね。しかしこれ、いちいち、この道元禅師の、ラベーシンの巻ではね、その文章は全部初めに出さないで、一つずつの提唱者がされてますからね。それが一つですよ。何月の時に一線を取りて、劇場に当てて倒す。この禅文のってよく言うけどね、禅文のってのようなもね、もう誰してて何にあってたって、もう仏になろうと思ってますから、ちょっと瓦持ち出してきた。どうしてこんなところに瓦が出てこられちゃうの、これがわからないっていうね。それがまあ、それこそ、公安って言って一生懸命あれさせるわけだ。これ、もう、これ、あれっていうのはね、こういう話もある。南洋の越中国史のところにあるとき、そうって言われる。いかにやらんか、これ、古物史。
一切立ち目を離れる以前の永遠の仏様、今も永遠も別れる以前、それが仏教でいう孤独。そうしたら仏とは障壁がなく、あれ隣にある石ころ、あれも障壁だ。それで障壁だ。それがいかない。本人ちゃんとそう。しかも中国人のこういう部屋で言ってたんじゃないかな。彼女が今年障壁がなくというようなね。これも全部問答もおかしいです。仏さんにはもう、総合巧妙はランドルと思ってるんだ。まあ、それに対して商品化。これまあ、あれだ。上州のところにね、総合に、いかなるか、盛大な意味ね。そして盛大な意味。これもまあ、ほぐしてると同じようなもんだ。
そしてね、だから、諸法律の実相、東洋医師、臨教、農書、分かれる以前というと、またそのため、教会じゃないかと、またみんな考える。そうじゃないですよ、今も言うように、熟睡中もちゃんと息している、その、だからみんな、私たち、誰も彼もそういう生命に実物生きてる。これも雨は降ってんの。仏さんの雨は最初もう降ってんで、諸法実相の雨はちゃんと降ってる。私はもう諸法実相の中で生きてる。それを諸法実相はどんな実相で生きてるかなってこう考えるから向こう行っちゃう。それで、あるいはその頭の中にいつでもぐるぐるぐるああでもああでないかこうでないかって浮かんでくる。それがもう生命実物なんだ。で、大学追認書というのは知多重何を話す誠に誰かこれを待てんと見ならんあれだってね、これも待てんと見ないやつはいないだろう。みんな待てんと見るだろうけれど、誰がこれを待てんと見るというね、みんなが、ね、待てんというのね、上の空で、本当の待てんというのを見ていないから、せめて実物をそこで見ていないもの、体と見えない、と思ってたね。今本当の魔天を見るっていうのはね、見る見ないも分かれる以前が魔天、諸法実相あるいは生命実物、それをただ見破るのは魔天ですね。だから魔天じゃ、つまりどこまでも左重魔、これも今何を話すかな、何ってね、十万っていうのはもう頭手放し、何とも決まらないってところなんです。十万ですね。これをただやる。これがマシ。しかれどもマセルは格納のごく左十万と申せられたるない。道元禅師はその「しかあれどもっていうような言い方でね、「しかあれば」の意味に使ってることが多いね。もともと「しかあれば」の意味、「しかあればませんは格のごとく多重魔と申せられた」これじゃない。その「ませんをね見つけ」こういうの決して神秘的なものじゃないが、しかし概念的にこれ何としてつかみきれないものか、この生命実物ってのはね、決して神秘的な厳妙なものじゃないですよ。みんな生きてんだ、みんな生きして生きてんだしね、これもそれが生命実物だ。しかし概念的にこれって決められない。早い話が、我々、胃袋で、全て食べ物を消化するんだって話は分かったって、胃袋働かないやつは働かないんだ。胃袋、これ消化がいいものを聞くやつ、聞いたって、もう働かない胃袋はどうしたって働かない。なんでもこれだけ、病人にね、これだけ食べりゃもう体力つくのに、カロリー計算して、あれしてきたって、もう、死に際の病人がね、それ食ったからってね、食えやしないし、食ったからって治るもんじゃないし、これ実際にね、そんな概念的なもんで、僕ら消化するもんなんだから、食えやがって、消化するって言ったって消化します。これ決してね、栄養学とか、それから、生理学とか、医学とか、そういう学問でもって、人体は生きてんじゃねえんだ。掴みきれない
10万を超えてもって生きてるね。そういう、それを多重万という、それを頭手放し、手放しっていうのが多重万。何とも使うようのない実物をする。だから決してね、その大々的に頭でもって神秘的なそんな障害かなって考えるんですけどね、そんなの暴動だ、それを今手放さない。で、ただ頭手放し、頭手放し、こういう頭手放しで生命実物を見合うんだ。今言った星に百千万発して、ただ見合う指導高い異なりといえども、まさに今なりがまざる後ろしあるでしょう。ただ生命実物の脈っていうのはね、ともかく現在が現在にだ、それで今の生きは今するってことで、その現在が現在になる中に無限の傘があるね。で、これはだから頭手放し、頭手放し、ただ見破ろうとしちゃう。それがマセリ。だから私マセリっていう詩作るため、見破る中にただ見破る、見破る中に命あり、命の家にただ見破るね。本当の命ってのは見破る以外ない。私は今度回してみます。で、自己の所見を自己の所見と欠如せざるのみにあらず、自分の見たところ、みんなそうでない、自分の見たところ、自分の悟ったところでそれで落ち着いちゃうダメだ。そんな自己の所見で落ち着いていいもんじゃないんだ。生命中自己の主権を自己の主権と欠如せざるのみにある、万般の三合に三学すべき終始あることを一条するわけ。その何とも決まらぬ生命実物そのものに三学しているわけだ。つまり三合、三合っていうのは多重間の方ですね。多重間の方どこまでも見上げている。知るべし、仏を見るに仏を知らず、消せざるがごとく水を見る、水を見る方も知らず、山を見る方も知らざるない。その仏見た、仏って言ったって、その今の言うように、その本堂の、お寺の本堂で埃かぶって、そのお花や、あの食材やなんか道路やなんかの裏側だけ見て、ああいう仏さんが仏だもんね。そうじゃない、本当の仏っていうのは仏を見ても仏を知らず、痩せざるのもと本当に、あのまたあの京都辺りに行って観光して仏見てきたって、こういうの仏見たことになんないね。でそれと同じようにね、山を見ても山は知らない。まあ、前にも山水教っていうのがあったり、山水、まあ山水っていうのもね、観光する山水の話じゃないわ。仏法としての山水ですね。本当、本当に出会うところの、この、現在の山水。そのものに無限の深さがある。安全の方、さらに通路あるべからずと創卒な、創卒なるは仏学にあらざるなり。それで、概念的に規定してね、あるいは、頭の中で妄想して分かったような気になってるっていう。こういうのは創卒なるは仏学にあらざるなり。
本当はもう向こうの話じゃないですけど、向こうの話っていうのはどこまでも生命の実物に見直しに乗る、見直しためるためるそこが大事です。で、難学いわく情けをこの動詞諦むべきというのこの次にあるこのまして神とますというね、あれだけど、これはまた長くなるから今日は